トーレ。東レ株式会社、トーレ、A 商は、東京都中央区日本橋室町に、本社、大阪府大阪市北区中野島に、大阪本社を置く、合成繊維、合成樹脂をはじめとする、化学製品や、情報関連素材を取り扱う大手化学業。三井グループの中核企業の一つとしてその名を、知られており、コーポレートスローガンは、 イノベーションバイケミストリー、科学による革新と創造。社名にある例は、科学繊維のヨンを意味する、旧社名、東洋ヨンが、同社は現在、ヨンの生産は行っていない。科学繊維は、海外では19世紀より実用化されており、日本でも1918年、大正7年に、旗一蔵らの手により、帝国人造機縫と、弦、 提人が誕生していた時代でもあった。そうした時代の到来に対応すべく、三井物産の出資により、東洋霊音として、1926年、大正15年に創業した。滋賀県大津市に、市が事業場を開設し、生産を開始する。1951年、昭和26年には、米、デュポン社により開発された合成繊維、 ナイロンの製造技術を導入し、1958年、昭和33年には、定人と共に、ポリエステル繊維、テトロン、手は、定人の、手、とは、トーレの、とから来るものの生産を開始し、徐々に業績を上げてゆく。1964年、昭和39年には、絹に似せたポリエステル繊維で作られた、日本初の丸洗い可能な着物、シルクを開発。 同じくしてアクリル繊維のトレロンも開発する。トレロンは当時セーターなどのニットウェアを洗濯機などで洗うと縮んで着られなくなってしまうという不安を解消することに成功した。社名変更がなされた1970年昭和45年には高級スエードに似せて作られた人工比較 XN、現在も高級感を持つ化学繊維の代表となっており、 自動車用内装材としては、アルカンターラのブランド名で、世界展開、テニスラケットなどに使用される、炭素繊維、トレカ、静電気の起こらない、化学繊維、パレルなどを開発した。その後も1986年、昭和61年には、古立一郎が出演した CM でも知られる、家庭用浄水器、トレビーの、同社の開発した中空ライト膜を利用や、 メガネのレンズクリーンシートとして知られる、トレー、同社製の極細繊維を利用など、現在も科学技術を軸に様々な製品を開発し、世に送り出し続けている。各スポーツ大会へ積極的に協賛していることでも知られ、特に1973年、昭和48年に初協賛して以来、トーレシルクトーナメントから今日まで協賛し続けている。 トーレ・パン・パシフィック、プン、テニストーナメントなどで有名である。その他、バレーボール部のトーレ・アローズ、男子、女子や、ボート競技のトーレ・シガ・ボート部、シガ事業場の所属もある。現在同社の会長を務める坂木原貞之は2014年、平成26年6月3日に、日本経団連会長に就任しており、また元副社長で、 現在特別顧問を務めるイーチマエタネは2006年平成18年6月13日に日韓経済協会第7代会長に就任している2008年平成20年に国連協会ニューヨーク本部からヒューマニタリアン賞を受賞した2008年平成20年のテーマは環境気候変動でミレニアムゴールの7 ミレニアムデベロップメントコールズ2015年、平成27年までに達成すべき21世紀の国際社会の8つのゴール、環境の持続可能性の確保をテーマに捉えた賞であり、環境配慮型事業活動並びに、CSR 活動、水処理、増水事業の展開、炭素繊維による温室効果ガス削減への貢献、省エネ、職場改善等が気候変動や、 社会の持続的成長に貢献していると評価され、日本企業としては初めて国連協会ニューヨーク本部から2008年ヒューマニタリアン賞が贈られた。受賞式は2008年平成20年10月23日にニューヨークの国連本部で開催され、当レからは坂木原貞之代表取締役社長、当時が代表して出席、三井グループの主要企業からも幹部が同席した。 炭素繊維複合材料はボーイング787の一時構造材に採用され、機体の軽量化に貢献している。パン系炭素繊維メーカーとしては、世界最大手である。民生品では、微細繊維メガネ拭き、トレシーの製造元として有名。微細繊維が油分を取る効果に着目したもの、洗顔用としても売れた。また、同社の開発した中ゾライト膜を利用した。 家庭用浄水器、トレビーのシリーズでも有名である。東レ知的財産センターが運営、特許翻訳家の育成を目的に2006年4月から入門講座、専門講座、通信講座、基礎技術講座を開講。東レは1960年、昭和35年により水着キャンペーンを開始している。1969年、 昭和44年から1973年、昭和48年までは木原道子を専属水着アドバイザーとして起用し、水着素材、ビーチのキャンペーン展開を行った。1974年、昭和49年から1980年、昭和55年までは海外水着ブランド、カタリナのシンボルとして外国人モデルを起用した。 1981年、昭和56年から本格的な水着キャンペーンガールを起用している。初代はクリス・ソロムコ。それ以降、歴代キャンペーンガールから山口智子、杉本彩、藤原紀香、菊川玲などの女優、タレントを次々と輩出した。大手繊維メーカーなどが水着キャンペーンガールから次々と撤退する中、東レは、 今後も続けていくことを強調している。2015年、平成27年度より、トーレキャンペーンガールに解消。2006年、平成18年からは、デッサントとのコラボレーションで、男性用水着、ミスター・ティボディの PR として、業界初のキャンペーンボーイも新設した。初代キャンペーンボーイに、鈴木良平、二代目には、ビーチバレー選手の畑信也が選ばれた。 同社で医療機器の販売促進業務を担当していた男性社員が2000年から2014年にかけて架空発注を継続的に行い、代金の一部を発注先から還流させていたことが発覚し、同社は2015年2月12日付でこの社員を懲戒解雇とした。同社は廃人罪での告訴も行う方針である。2017年11月28日、 子会社のトーレハイブリッドコードが2008から2016年までタイヤコードと呼ばれる自動車用タイヤやホース、ベルトといった補強材など149件について、品質データを書き換えていたことを発表。2018年2月1日、ポット型浄水器、トレビーのメガ盛りパックが実際には4個入りであるところを5個入りであるかのように見せかけて販売したとして、 景品表示法違反、有利5人で消費者庁から再発防止の措置命令を受けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。